土浦市立土浦幼稚園は、茨城県土浦市にある、公立幼稚園。略称は、土曜。茨城県最古の幼稚園であり、明治10年代に創立した、公立幼稚園で現存する数少ない幼稚園の一つである。フリードリヒ・フレーベルの教育法、保育法を演用した指導を展開してきた。1876年、日本で、初めての幼稚園が、 東京女子師範学校に開園したが、幼稚園教育への一般人の理解の不足や、多額の資金調達ができないため、1881年になっても日本全国でまだ7円しかなかった。1885年10月17日、土浦西小学校の付属幼稚園として、土浦幼稚園が開園した。開園式には、約90人が出席し、 小歌や総学で華やかに行われた。なお、正式な開演前の9月15日に仮開演を行い、6人が入園している。開演の背景には、当時学齢に満たない幼児を小学校に入学させる、風潮をいさめるために、文部省が幼稚園設置基準を1884年に。 緩和したことと、土浦西小学校の校長が幼稚園教育の重要性を認識していたことにある。土浦西小校長の坂本雄一郎は、東京女子市範学校付属幼稚園を視察し、土浦町の校長や学務委員と協議を重ね、茨城県令の瞳安市から認可を得て、開園に至った。開園資金は、県からの補助金50円と、 町民有志からの寄付200円余りによって賄われた。開園時、日本全国で幼稚園は30円存在したが、茨城県では、本園が、初めての開園となった。その30円は、ほとんどが、東京府や大阪府に集中し、教育事論、第20号では、と記し、土浦の教育熱心さと開園の努力を称えている。 開園にあたってはまず音物一式を買い求めたようである。その一方で、文部少年報では、と記している。1886年時点で保育料は6000、園児数は28人であった。ほぼは小学校女子との兼務で、塚本校が主に勤め、塚本が病気や出張で幼稚園に出勤できない日は休園になっていた。若干20歳であった塚本は、 豊田冬から幼児教育を学び、茨城県第一号のほぼとなった。他に、東京女子師範学校の卒業生2名がほぼをすると、共にアドバイザーとして幼稚園設立に尽力した。幼稚園教育は小学校に順じて行われ、始業は午前9時、就業は午後3時頃で、小学校との合同行事も多く、夏休みや冬休みも設けられたことから、 都市部の幼稚園に比べて庶民的であった。とはいえ、通園していたのは、商人や医師、官僚など有力者の子供がほとんどで、文部省が子供の養育の余裕がない親から子供を預かるために、幼稚園を設立することを奨励したにもかかわらず、実際には立身出世のための早期教育を目的として入園させる傾向が強かった。 1887年には、園児が60人に、増加、一室の増築が行われた。この年、土浦神社小学校付属幼稚園に改称する。当時の記録によれば、入園料は、各家庭の財産に応じて1等級から4等級まで分けられていた。また、幼稚園の入り退園記録も一括で保管されており、貴重な資料となっている。当時、 教具として用いられた音物などの備品も一部残っている。教えられた科目は、就寝話や積み木、書き方など26科目あった。その後、全国的には幼稚園の存続の是非が問われるようになったが、土浦ではそうした動きは見られなかった。これさは広明は、土浦の人々が、寺子や感覚で幼稚園を捉えていたと考えられる。 ことと、当時の土浦が周運を中心に栄えていて、経済的にゆとりがあったこと、江戸、東京の生活文化を受容しようとした強い思考が、伺えることが、背景にあると分析している。1911年4月、小学校校舎の新築に伴い、園舎を建設する。1928年の園舎大賞から、昭和初期には、土浦幼稚園は、 安定した経営が行われる時代を迎えた。この間には、園長が発案した大型の積み木が、フレーベル館によって開発され、マリア・モンテス・総理の教具を購入するなど、教材研究を進めた。また、フリードリヒ・フレーベルの肖像を、この時期に購入している。1924年に園舎を新築する。この園舎は、モンテス・総理の、 子供の家を模範としてデザインされた。これは、吉川小春が提唱したもので、園児の親の了承を取り、園庭を運動場ではなく、庭園にすることや床板は、園児の遊戯や雨の日に、室内で、激しい活動をしてもゴミを巻き上げないよう厚い板を、使うなど、細部にまで気をつけた設計がなされた。1927年には、土浦小学校に、 アメリカ合衆国から青い目の人形が贈られ、後に土浦幼稚園に飾られることとなった。青い目の人形は日本各地に贈られたが、太平洋戦争中に敵国の人形として多くが処分されてしまい、土浦幼稚園に残るものは貴重な存在である。1935年6月、それまで土浦小学校の付属幼稚園だった土浦幼稚園は、 土浦町立土浦幼稚園として、独立、1940年に、現在の土浦市立土浦幼稚園に改称した。第二次世界大戦中に一週間ほど休園した、以外は、幼稚園に、被害はなかった。戦後間もない1945年9月に、軍国主義的な書物や物品を、焼却処分した。1948年4月、 演児数が急増し後学級の増加となり、午前、午後の二部授業を実施することになった。これを受け、1949年に土浦第二幼稚園が創立され、同園は1951年に独立した。1949年4月、PTA を母の会の名で設立し、1961年には学校給食が始まった。 1973年になると、再び演児数が増加し、大町文教場を設置。翌1974年に、大町文教場と、公園文教場を廃園にして、幾分幼稚園が開園した。1980年に4代目の新演者が、完成した。1985年10月に、創立100周年、2005年11月に、 創立120周年の記念式典が挙行された。2009年度に土浦市の行財政改革の一環として土浦市立幼稚園、小学校及び中学校適正配置等検討委員会が設置され、幼稚園統合方針が土浦市立幼稚園の適正配置についての考え方で示され土浦幼稚園と育分幼稚園の統合が 土浦市教育委員会に提言された。2009年の園児数は、土浦幼稚園が37人、育文幼稚園が52人で、減少傾向にあり、両園が約500メートルの至近距離に位置し、共に中心市街地に立地することから、統合に向けた検討が必要とされた。同委員会は、 敷地面積の点から幾分幼稚園を利用すべきだが、土浦幼稚園の歴史に配慮すべしと意見を出した。同委員会の提言を受け、土浦市は2012年3月31日を持っていく分幼稚園を廃園として、土浦幼稚園に統合、土浦幼稚園を幾分幼稚園の敷地に移転する形を採用することにした。そこで2011年8月に、 土浦幼稚園の見学会が実施され、卒園生188人が別れを惜しむために、来園2012年2月24日には、園舎のお別れコンサートが開催された。3月19日、統合前最後の卒園式では17人の園児が卒園した。 4月1日、土浦幼稚園の移転が行われた。これにより、創立以来、同じ場所にあった園地を離れることとなった。所在地は、土浦市文京町9-6。建物面積は1125平方メートル。敷地面積は2443平方メートルで、ある。旧土浦幼稚園の敷地面積は1713。 平方メートルで土浦市内の公立幼稚園では最小であった。園庭はつくばい指導の下で芝生化が行われている。2012年までに約1万4000人が卒園した。土浦には親子3代4代にわたって土浦幼稚園を卒園した一家もいる。 h t t p w w w t s u c h i r a e d j p スラッシュ土曜 nc2 html ハトドックスありがとうございます。